はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。皆さん、こちらはですね、向川女子大学のステーションキャンパスなんですが、もうちょっとで後期の授業が始まります。まだでもね、夏休み中なんですけれども、今日もですね、ありがたく、一般の方向けの公開講座としてこの、ね、ハンモックを、ね、使ったレッスンをさせていただきました。皆さん、お昼ご飯を食べた後、ね、仕事中なのにお昼ご飯を食べた後眠たいって眠たくなりません？ありますよね。それっていうのはですね、胃に血液が集中してるからなんですよね。で、脳に血流が行きにくくなってるから眠たいってことがあるのと、あともう一つ、今日はですね、ここをねポイントとしてお伝えしたいんですけども、血糖値が食べるとほっと上がってるんですよ。で、その血糖値があまりにもグワーンと上がると、インスリンがうまく働かなくなるので、それでですね、かなり前にですね、食べ方の順番によってダイエット効果にもつながるということでお話ししたんですけども、炭水化物、糖質と言われているものを最初に食べるとパーって一気に血糖値が、ね、上がってしまいやすいので、食べるならば野菜、タンパク質、炭水化物の方がいいんですよっていうようなお話をしたんですよね。で、食べながらね、水分をあまり取りすぎちゃうと胃液がね、薄まっちゃって消化しにくくなって、ドロドロしたものが胃に溜まりやすいみたいなことも話したんですが、ちょっとそれ余談です。で、それでですね、血糖値がね、食べた後っていうのはゴロッとね上がっているので、それで眠たいみたいなことも起きている可能性もあるんですよね。というか、そうなんですよね。それでですね、糖尿病が気になる方というのはですね、そのいかにその血糖値をうまく安定して、インスリンがうまく働くようにするということが大事なんですけれども、糖尿病学会が、おすすめしているのは、やっぱり糖尿病を、ね、予防、緩和に向けては運動が大事ですよって言ってるんですね。皆さんもそれは知ってる、ご存知の知識だと思うんですけれども、でどうやら1週間に中低強度の運動を150分、だから1日 にすると20分以上やることになるんですけれども、中低強度というのはどんなことかというと、歩いてるのと走ってるのとってなった場合に、歩いてる走ってる、そのちょうど中間ぐらいの強度になりますよ。ジョグって言われてるやつですね。で、そこまでいかなくともですね、とにかく今現代人というのはちょっと運動不足なので、それが理想なんですけれども、そこまでいかなくてもちょっとずつこまめに動いた方がいいんですよね。で、どうやら食べた後は、ね、眠たくなると思うんですけれども、その食べた後にちょっと動くことによって眠気防止になりますし、筋肉を動かすことによって筋肉の方に、糖質、ね、エネルギーが欲しくなるからなんですよね。で、その血糖値のコントロールっていう点でもおすすめなんですよね。はい、ということで、今日はオフィスワークをね、ずっと仕事中にでも合間にやっていただきたい動きでもあり、眠って気防止となるような、特に食後にですね、眠気防止となるように足を動かしていただいた方がいいので、ちょっとね、簡単にすぐできる運動をやりましょう。 1,2 分でもいいですから、動いていただくと効果があるというふうにも言われております。はい、ではですね、どこでもできるリフレッシュ運動をね、仕事の合間にもやりましょうということで、気分転換にもなりますよね。はい、ではですね、まず足を動かしていただきたいんですよ。足の筋肉大きいからなんですよね。はい、で縦振りに腕を振ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、横腕のね、振り方によって関与する筋肉が変わるんですよ。はい、そして今度3つ目はですね、肩こりをかまするように後ろに、はい、そして4つ目はグイグイとウエストのくびれも作るんですけども、骨盤と背骨の調整。はい、いきますよ。1番目縦振り1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、2番目横振り1,2、実はこれ解剖学的にちゃんと考慮してるんです。三軸バランスをとってます。はい、後ろ1,2,3,4,5,6、はい、4つ目グイグイ、はい、もう超えましたね。もう一回繰り返します。縦振り1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、横振り1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、交互に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、ウエストをクイ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 、はい、はい、そして回します。1、肩こり緩和、はい、引きます。肩甲骨を動かして背中のこりを取ります。はい、横腹、ね、もう食べた後胃が重たいから体側を伸ばしてストレッチ、ぐにゃぐにゃぐにゃ、はい、1,2,3、ぐにゃぐにゃぐにゃ、はい、もう一回くれます。1,2,3,4、前から引いて1,2,3、横です。
ちゃんと生態的な鑑定を入れておりますよ。ぐにゃぐにゃぐにゃ、はい、1、2、3、ぐにゃぐにゃぐにゃ。そして前が縮みやすいんですよ。座ってると広げて胸開いて、よければここ、よければとかマイペースでですね、倒れるというよりはここを伸ばしてください。うわー、はい。そしてしゃがめれたらしゃがんで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、どうでしたでしょうか。ほっほっはっはっ、口を動かしてはっ。ということで、これならばどこでもできそうですよね、というワークを紹介しました。どうですかね、ちょっとすっきりしたと思いますよね。眠気防止、数分でできます。今ちょっと時間計ってないけれども 1,2 分程度だと思うんですよ。動く量は増やせば増やすほどシェイプアップ効果にもつながります。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。仕事の合間に、食べた直後に、眠気防止に、血糖値コントロールのためにもということで、動きを紹介しましたけれども、皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。インストラクターの大家でした。またね。